スパイドーグスパイ映画は映画のジャンルの一つでスパイを題材にした映画を指す。内容は現実主義的作品と高等無形なファンタジー的作品に大きく分けられる。映画の原作あるいは影響を与えたスパイ小説の作者にはジョン・バカン、イアン・フレミング、レンデートンなどがいる。このジャンルはイギリスの映画において大きな要素を占めアルフレッド・ヒッチコックや キャロル・リードなどが秘密情報部を題材にした作品を数多く制作している。スパイ映画では政府機関の諜報員として活躍するスパイが登場し敵対国家のスパイとの対決が描かれる。1940年代のナチスとの戦いを描いたスリラー作品、1960年代に登場したジェームズ・ボンド作品、現代のハイテクを駆使した大ヒット作品など時代を 経ても多くの観客に支持されるジャンルとなっている。エキサイティングなエスカピズム、テクノロジカルスリル、魅力的なロケーションが組み合わさるスパイ映画は、アクションと SF の要素を融合し、観客に、明確なヒーローと軽蔑されるべき悪役を提示した。映画には、ポリティカルスリラーや、アクションコメディの要素も含まれている。現在ジャンルの中で最も著名なシリーズは、0 0シリーズと、 ミッション、インポッシブルシリーズだが、寒い国から帰ったスパイのようなよりシリアスな作品も存在する。冷戦が終結すると悪役は敵大国のスパイからテロリストに代わり、中東が舞台に設定されることが多くなった。アルフレッド・ヒッチコックスパイ映画は、侵略文学や第一次世界大戦が到来したサイレント映画の時代に始まり、1914年にイギリスで、 ザ・ジャーマン・スパイ・ペリルが公開された。1928年には、フリッツ・ラングが制作したスピオーネが公開され、長方機間、コードネームで呼ばれる、スパイ、主人公に恋する外国の美人スパイなど、後のスパイ映画につながる多くの要素がこの作品で登場している。スピオーネをスパイ映画の元祖とする説もある。この他にも、ラングが制作したドクトル・マブゼには、 スパイスリラーの要素が含まれ、死刑執行人もまたシスでは、第二次世界大戦のスパイの要素が含まれている。1930年代に入ると、アルフレッド・ヒッチコックが暗殺者の家、39やサボタージュ、バルカンチ特急などの作品を制作し、スパイ映画の大衆化に貢献した。これらの作品では、闘争迷路のように民間人が国際的な陰謀や、 情報活動に巻き込まれるという形式で物語が進行する。一方で、館長最後の日やサマセットモーム作品、ジョン・ピー・マーカンド原作のミスター・モトシリーズなどプロのスパイを描いた作品も存在する。1940年代から1950年代初頭には、ナチス・ドイツ占領下のヨーロッパで活躍する連合軍スパイを描いた作品が登場した。 1947年公開の十三リューマドリンはフランスにおける OSS の活躍を描いており、この他にもソエの活躍を描いたオデット・カーブ・ハーネーム・ウィズ・プライドが公開された。2000年代にはソエを題材にしたシャーロット・グレイが公開されている。この期間には機密文書のダッシュや科学者の誘拐などを題材にした探偵要素のあるスパイ映画も公開された。 イアン・フレミング1960年代に入ると、スパイ映画は黄金期を迎え、冷戦の背景のもとに刺激的でサスペンスを感じられる作品が観客を魅了した。この時代のスパイ映画は大きく二つの方向に分かれた。一方は、レンデ・エイトンやジョン・ルカレの小説を原作とした冷戦の恐怖を描いた現実主義的なスリラー作品であり、これらの系統には、 寒い国から帰った、スパイ、ザベットリーアフェア、引き裂かれたカーテン、ハリー・パーマーシリーズなどがある。もう一方の系統は、イアン・フレミングの小説を原作とした、007シリーズのようなアクション要素を多く盛り込んだ冒険映画、ファンタジー映画的作品であり、ハリー・サルツマンとアルバート・アール・ブロッコリーが手掛け、ショーン・コネリーを主演に迎えた同シリーズは、世界的な成功を収め、 ヨーロッパやアメリカのジャンルに大きな影響を与え、さらばベルリンの明かり、マット・ヘルムシリーズ、0011ナポレオンソロ、アイスパイ、デンジャーマン、オシャレ探偵、スパイ大作戦などが登場した。2000年代に入ると、シリアス路線のスパイ映画が多く制作されるようになり、ルカレ原作のナイロビの蜂、裏切りのサーカス、誰よりも狙われた男、我らがソムキシ社が公開され、 007シリーズもアメリカ同時多発テロ事件による世界情勢の変化に伴い路線変更を行い007スカイホールのようなシリアス路線の作品を制作するようになった。こうした流れに対して往年のアクションやファンタジーの要素を含む007シリーズへの回帰というコンセプトを持つキングスマン、キングスマン、ゴールデンサークルが制作されている。ありがとうございます。